맛있어. putting some makeup today. I'm going to Shibuya today. Actually, so I'm seeing Saya again. And I'm seeing someone for the first time today. So here's mutual friend of me and Saya. So this guy is the one who made the song for my channel. You hear the same song on every single video on my channel, right? His name is Jiro. Actually, Saya asked him for my birthday present. It's just sweet. I love her. I love Saya. It was like a couple years ago, remember? Yeah, so he made a song for my channel. We were connected on Instagram for the last couple years, but I'm finally seeing him in person today. And I'm pretty excited about it. Yeah. Oh, actually, he's a very big fan of Hello Kitty and some other Sanrio characters. He's adorable. Since I got pretty thick makeup yesterday, I want to put some easy makeup today. See you later. Rice bowl for breakfast, but I'm still eating some crepes. こんなスムーズにここ来れたことない。なんでだろう。なんでだろう本当に。そんな難しくなかったよね。開いてる。平日だからね。うん。だって they just opened here。悩ましい。いや、二つはやめとこう。そうだよ、今日は他もあるから。I'll have something sweet one. Let's go, let's go. Do you remember? Do you guys remember this place? I came here last year as well. ほんとだ、空いてる。かわいいね。あっちには書いてない。
かったんだよ。渡るんだ。渡りの右。そうなの。毎週変わってるから分かんないんだよ。こここんなじゃなかったよ。あのビルが、あ、去年来た時はあったか。あと何かがなくなって光へのビルがすごい見えるようになったよね。すげえ距離近い人かと思った。ここ始まりだから反対側に乗る恐れはない、ね、そうだね。いや、カリスマを探さないと。高校生みたい。あ、そうだね。この先いやいやいや、あんまりもわかんない。それもいいでしょ。いいね。そう、バービー年上女房だから。 あ、そうなんだ。そうで、だから共感するの。ケン還暦でさ、今年だからすごいケンのコラボがめっちゃ出てて、へえ、バービー超えるすごいハイエンドなブランドとコラボしてて。あ、そうなんだ。そう、 T シャツ1枚5万円なの。買えないじゃん。そう、ケンって入ってて。怖い。で、多分ね、ジャパンだったら銀座にお店あるんだよね。どこだろうね。映り込んでもいいよね。恥ずかしい。配信拒否の人。いや、大丈夫。フリー素材。でも今日朝ね、もう言ったんだよ。あの、アズのチャンネルの曲を作ってくれたカリスマに今日は会います。で、後で調べてさ、ケンの5万円の T シャツ、もしさ、お店近かったら。あ、行こう。行きたい。これちゃんと結構ご飯メニューもいっぱいあるからね。サワミヨン、サワミヨンのストロベリーサンドウィッチ、ハムとイチゴのリングって何？ベリーパスタ。 That's something I cook in my cooking video. チーズ春巻き。からはい、本当だ、そうだ、一人で寂しく来てるみたいな。これはすごい。チーズの始まりと海岸の始まり、ぜひ温かいうちにお楽しみください。これは可愛いね。なんか全員カメラ持ってる。これは全員撮るんじゃない。
そうなんだ。これワンパック欲しい。わかる。おいしい。これジャムおいしい。ね。うん、一人で広場感じで終わっちゃった、うん、次どれ食べようか。なんかもう一個あったかいですね。え、それ何々とこれかな。スコーン、うん、スコーンだって。これがカレー風味か。ピンクのパン焼いてるけどね。あ、そうだよね。デザートのデザート、いいチャンスだったよ。たまたまそういうシャーがレモン自身もないと働けないじゃん。そうだね。おいしい。